さ、はい、さんこんんんんここにちはこんばんはばです今日はですね、2021年1月29日12時よりね、クラウドファンディング幕開けで、えー、スタートします、キャノンの新しいねコンセプトカメラ、ね、パワーショットピックをね、ご紹介したいと思います。はい、えー、キャノンといえば、クラウドファンディング幕開けでね、 えー、ズームとかね、えー、ちょっと前はインスピックレックとかね、非常にユニークなコンセプトのね、えー、カメラに挑戦して、どんどんね、新しい商品として出してきましたけども、まあちょっとね、えー、一昔前でちょっと思い出すところであれば、えー、アイビスミニとかね、アイビスミニ X なんていうね、まぁ、あ、YouTube 界では一世を風靡しました、あの自撮りカメラね。まあジジさんも今、あの、アイビスミニ X の方を

まあ、まだ、現役で使っておりますけども、まあね、しばらく、新しい、その、キャノンさんのね、コンセプトカメラっていうのは出てなかったんですけども、インスペックレックをね、筆頭に、前回のズームっていう、ちょっと望遠鏡にみたいなね、カメラね。で、今回はまた、ちょっと違うコンセプトとして、パワーショットのね、シリーズの位置づけなのか、どうかっていうところありますけども、パワーショットの という、ね、新しいそのコンセプトカメラというのを幕開けでスタートするということですのでちょっとね皆さんにご紹介を、ね、してみたいと思いますまだね始まってませんけどね、まあ、あのこんな感じのカメラをスタートする予定ですよということでね捉えていただければと思いますそれではねちょっと案内のねちょっとそのサイトの方へ飛んでみたいと思いますパソコンの、ね、画面に切り替え います、はいえー、こんな感じでね、えー、パワーショットピックということでね、えー、まあ思い出フォトグラファーというねまあ、こんなキャッチフレーズになっております。 で、まあ、ここに書いてますけども、2021年ね、先ほども言いましたけども、1月29日12時からね、クラウドファンディング幕開けでスタートする予定ですよということで、まあ、ああの、事前にね、メールを登録しておけばですね、開催が始まりましたらね、お知らせメールを受け取れるということですので、まあ、ちょっとね、えー、興味ある方ね、メール登録しておいてはどうでしょうかということでね、まあ、こんなことで、ツイッターとかね、Facebook の方でもね、案内さ されると思いますので、まあ今日のキヤノ,ノンさんのねえ、ツイッターとかフェイスブックをフォローしておくのもいいかなと思います。で、まあその下行きますとね、今回のこのコンセプトについていろいろ書かれてるんですけども、まあパッと見たらね。 まあよくあるね、えー、なんかペットとかね、そういうのを監視するような監視カメラだよね。ただ、あの非常にちっちゃい、まあ、あの冒頭でこう見せてますけど、女の子が覗き込んでますけども、非常にサイズとしてはまあコンパクトで小さいカメラというね、えー、そんな印象なんですけども、はい、えー、キヤノンのね、えー、先進技術を集結ということで、家族の大切な思い出に寄り添う思い出フォトグラファーというね、まあ、そんなコンセプト、キャッチフレーズになっており ますパワーショートピックはキヤノンが培ってきた光学技術と映像処理技術によって新たな写真動画撮影の楽しみ方を実現したニューコンセプトカメラですということです。はいこんんなな感じでね、えー、首振りなんかあの 天文台のね、なんかプラネタリウムみたいな形してますけどね。はい、ちょっと読んでいきましょう。キヤノンの映像技術によってパワーショットピック自身が自動で、ここはね,重要ね、10年自動で人の顔を見つけたりね、レンズに映る映像の変化に気づいて、今がシャッターチャンスを自動で判断し撮影してくれますというね。 ここがミソだねで。小さくて軽く存在を忘れるほど家族の輪に溶け込むデザインの本カメラはおうち時間もお出かけ時間もどんな時も家族のそばにというね、えー、そんな感じになっております、えー。カラバリはブラックとホワイトの2色展開のようですね。 はい。まあ、おなじみのキャノン製品の質感のブラックとホワイトということで、ホワイトの方は若干ね、えー、なんていうのかな、グレー色が入ってるようなね。まあ、この辺はキャノンのホワイト色のカメラにね、えー、適用されてるカラバリというね、えー、そんな感じになってますね。はい。で、もう少し読み進めていきますと、はい。また、えー、普段撮影することが難しい日常の中での 自然で、えー、感情豊かな家族の表情を残してくれるためカメラ目線の決めポーズばっかりだった家族の思い出アルバムがよりエモーショナルで豊かなものへと変わりますよということですね、えー、ステイホームの日々でもということでねまあ昨今コロナウイルスでね、まあ、お家でと自粛でというような感じなんですけども、まあ、そんな中でも日常に隠れた思い出の瞬間を記憶だけでなく映像として残して くれるパワーショットピックは家族と過ごすかけがえのない時間を楽しくね彩りますということですねはい、パワーショットピックは家族と過ごすかけがえのない時間を大切な思い出として記憶してくれる記録してくれる家族のための思い出フォトグラファーですということでねだからこんな感じでねこの瞬間自分も一緒に写り買った写りたかったを 可能にとということでどういうことかというとね、まあ、家族の写真を撮るとき、誰かが撮りますよね。まあ、よっぽどセルフ、あのセルフタイマーで仕掛けてね、こうやらないとなかなか映れないといね、まあ、例えばスマートフォンで撮影した写真とかね、まあ、どうしても家族がね、ポーズを決めて、こう、なんかこうね、 えー、かしこまあお父さんがね代わりに家族を代表して撮るなんてね、えー、言った時はね自分が映れないよというようなことが多いんですけどもおこのパワーショットピックで撮影した、ね、写真の作例を見ていただきますと、まあ、日常の何気ない表情をねこう自動でカメラがね判断してパシャパシャパシャと記録を残してくれるんで、まあ、家族団らんでいる時なんかはお父さんもね映、えー、ってるし。 家族でこう笑みがねこう漏れてる時の何気ない表情を自然な一場面をね自動的で、えー、自動的にこうねパシャッと切り取ってくれるというねこんなね、えー、コンセプトを元に、えー、出来上がってるということですねまあこれはね非常にいいですね。うん、はい でもう少し、ね、読んでいきましょう、はいえー。どちらが残したい思い出ですかということでね先ほどもありましたように子どもの、ね、成長や感情いっぱいの表情は写真や動画に残したいとねそんな思い出、えー、日々ね 子供にカメラを向けて記録係になっているパパやママは多いのではないでしょうかと、ね、いうことですね。まあ運動会なんかもそうですよね。それと同時に撮影した写真を後で見てねこの瞬間の子供とと共にね子供と自分もね一緒に写りたかったなというね風に思ったことないでしょうかということでまあこういうのねよくあるあるだよね。 うん、まあ、家族に限らずね、えー、職場とかね、学校で記念写真を撮りますよ、って言った時にね、えー、周りに例えば人がいなくてね、誰か,か、うん、ちょっとシャッター切ってよ、なんて言った時、いや映れないよ、みたいなね、ことあると思いますけどね。まあ、交代交代でね、シャッターを切るっていうような場面を遭遇したことがね、経験したことあるかもしれませんね。まあ、これを用いればですね、えー、まあ自動でパシャパシャパシャと撮ってくれるという感じですよね。 はい「パワーショートピークがあなたの代わりに撮影をしてくれることで記録係だったあなたを家族の位位に戻してくれます」ということでね思い出の振り返りとしてアルバムを見かした時に自分がいないなんてね悲しいこともありませんと家族の思い出記録だけでなく映像としても残しましょうということで。 まあね、じじいさんがね、パッとね、思い浮かんだところで、先ほどのその運動会の話もありましたけど、例えばね、えー、娘さん、息子さんね、えー、お知り合いの方がね、結婚されるということで、結婚式なんかの時もね、えー、誰かがパシパシ撮ってると自分が映らないけどね、まあ、こういうのポンと置いとくと、例えばね、えー、こうみんなね、団らんしてる時のね、写真なんかこう自動でパシパシとね、撮ってくれるみたいなことがね、可能性としては、 あるよねということでね はい、もう少し読んでいきます。自然で感情豊かな表情を残してくれるということで、ここに作例がありますけどね、末置きにしておくと、まあ自動的にこうやってパシパシとね、場面場面を切ってくれるし、右の写真のようにね、グリップをつけて外撮りでね、まあこうやって子供をね、追っかけるみたいなこともできるよということでね、普通のペットとかのね、そういう子供、赤ちゃんとかのね、監視カメラとして使うっていうね、 まあ、似たような形のカメラ、世の中に多いですけども、こういったね、もう少しアクティブに使えるよ、しかも自動で使えるよというね、そんなね、コンセプトになってますね。 はいスマートフォンなど家族の写真を残せているつもりでも実は家族の思い出として残せていないということで大切な瞬間や大切な表情があると思いますということでねプロダクトデザインは存在を意識させない家族の輪に溶け込むデザインを心がけてますということでねキャノン製品の誠実な機能美を受け継ぎながらキャラクターを意識し愛着を持って いいいいただけるよううに仕上げていますということこでねはいえー、それによりパワーショットピックは皆さんの家族の一員としてね、えー、自然で豊かな表情を撮影してくれますよということでおすすめの画像を自動でねセレクトしてくれるということで、えー、パワーショットピックをスマートフォンの専用アプリに接続したらね、えー、撮影した写真、動画を簡単に閲覧共有できますということです。 撮影した写真動画の中からおすすめを自動的に選んでくれるのでチェックもスピーディーで安心ですということでねその偶然撮れたベストショットもね、えー、探す楽しさもありますよということでここにね、えー、ダダダッとこう作例がありますまあかしこまったポーズではなく自然な生活の中でねこうパシパシパシと自動に撮ってくれるんでそんな切り取られた一瞬の中からね、えー、こうベストショットをピックアップしていくみたいなねそんな楽しさ さがありりまますすよというね、えー、こんな感じで紹介されておりますはいどうでしょうか皆さんねこんな感じで結構ねこれパッと見ると女の子のねこう開いてる口よりちょっと一回りおきぐらいの結構小ぶりでね可愛い雪だるまみたいなね、えー、そんなコンセプトのパワーショットピックねカメラになっております はいいうことでえ皆さんどういうふうに思いましたでしょうか興味湧きましたでしょうかね、えー、まあ、特に家族が多いねお宅、ね、なかなか子供さんも多くてみんな一人一人の写真を、ね、も撮っていくのも大変だとねまあ、撮れたとしてもね、えー、自分一生懸命撮るんで自分がこう子供と撮りたいっていうなかなかこう抱きかかえてセルフィーはねこうできるけどまあ、それもなんか。 ね、難しいよねって言った時にポーンとこう普通に置いておくだけでね、えー、まあ子供と家族とね えまあ自分の旦那さんとかお父さんお母さんもいらっしゃると思いますけども何気ない日常の生活の一部を自動的にパシャ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 と切り取ってしかもスマートフォンのアプリで接続することでねえ自動的に共有閲覧ができてねその中からベストショットを選ぶというねえまあそういう生活の中に溶け込んだねえコンセプトカメラということでえなんかこうかしこまってねよし家族の 生活をこう監視するぞみたいなねそんな感じではなくもうあのポーンと何気ない日常の中に置いといて日常の何気ない瞬間を撮るっていうこのなんかちょっと柔らかな感じのね うん、そんなあ、まあ、位置づけの新しいニューコンセプトカメラということで、まあ、パワーショットっていうとねあのこの普通のデジカメのシリーズを、ね、こうピンとこう思い当たりますけどねキヤノンさんといえばね、うん、そうではなく、まあ、パワーショットの位置づけではありますけどもピックということでピックっていうのはこの、ね、こう選択するっていうかピックってこうチ,ョチョイスするっていうかね,こうねそんな感じですよね うん、だからまあ何気ないパワーショットのこのデジカメの位置づけなんだけどもまああのその一コマ一コマをねこう選んでいくみたいなね、うんまあ、そういうコンセプトなんでしょうはいまああのちっちゃいこんなねこけしというかあの雪だるまっていうかね、うん。可愛らしい形のまあまあ多いけどね監視カメラでもねあのー ありますけども、もうちょっとこうずんぐりむっくりしてるよね。うん、あれをこうちょっとこう、細くね、ちっちゃくうした感じの、まあそんなカメラになっております。はいえー、2021年ね、えー、1月29日12時から。 一応このクラウドファンディング幕開けの方で開幕する予定になってますんでねちょっと興味あるななんか使えそうだなっていう方ねあらかじめ自分のメールをね登録しておけばね開幕前にとか開幕した時にね っと通知を受け取ることができて、まあ、運良ければね、超早割りなんかでお安くね、ゲットできるようになるかもしれません。はい。えー、ということで、えーまあ、この,あの先ほどお見せしましたね、メール登録できる画面のリンクは、これちょっと長いから貼れるかどうかは分かりませんけども、まあ、あの長かったとしても、ちょっとあの、 説明概要欄の方に貼っておきますので、えー、まあ興味ある方、そこから飛んでみてください。おそらくねあのキャノンさんの ツイッターとかね、それから Facebook フォローされてる方は同じ記事が出てると思いますので、まあ、そっちからあの入られた方がいいかもしれませんけどね、フォローされてない方はね、動画の説明概要欄の方のリンクからちょっとね、飛んでみてください。はい、えー、今日、この動画を配信している時,あの時点では、まだね、そのクラウドファンディング幕開けでの開,幕開,けでの開催はされておりませんのでね、ね、えー、事前情報として皆さんにね、お伝えしております。 はいえー、まあじじさんちょっとね興味あるかなうんあのなんせ据え置きじゃなくてあのね、えー、作例の中にもありましたけどなんかこうグリップつけて外でも撮ってたでしょあれこれ面白そうだなと思ってねうんあの外撮りで使えるならちょっとこれ手ぶれ補正もどうなってんのかなとかねうんあの普通の監視カメラ的にねそのペットとかあの ね、なんかこう家で使うな監視カメラ的な据え置きのやつだったらあんまり据え置きだから手ブれ補正とか関係ないでしょうでも外に持っていけるっていうことは何らかのその手ブれ補正の処理ができる可能性があるよねまだ何も詳細わからないからじいさんちょっと想像で言ってるんだけどもし手ブれ補正が効くんであればねうんちょっとこれ面白いなと思ってねうん まああの例えば今ちょっと無理ですけども例えばまあコロナが収ま,まってね、えー、家族で例えばまあねあねの家族多い人なんかはあの春だったらお花見とかねあ,あるはあるいは夏だったらプール行ったり、えー、海行ったりねちょっとこう濡れ、まあ、海とかねあのプールとか水で濡れちゃうからあのなんかその。 ねえー、防水がこれあるのかないのかもちょっと実はわかんないけど、えー、ちょっと話しておかなきゃいけないかもしれないけど、まあ家族でみんな遊んでる時にポッと置いといたらね、えー、使えるかもしれないよね。うん、そんな感じで、まあね、い、え、ろ、ー、んなちょっと可能性がね、えー、見えてくるんじゃないかなと。今までのあのコンセプトカメラって、あのー、ね、どうしてもこの個人が、 使ううっていうイメージがあったよねあのズームの望遠鏡もしっかりねあのなんだっけねあのカメラのやつもね自分がこう一人っていうこれはなんか家族全体でっていうかもうちょっとこう広い範囲で使えるっていうかねうん。 しかも自動で撮れるんでカメラにお任せっていう、自分は何もしなくていいっていうね。えー、そんな感じになっているんで、あの非常にあの爺さん今ね、今日時点ではすごくあの興味をね、えー、持ってるんですけどもね、えー、皆さんどうでしょうね。こういうカメラね、えー、今までとはちょっと違うカメラなんで、えー、なんか興味をね、こう興味が湧いてくる人も多いんじゃないかなと思いますけどね。はい。 今日はあ現物はないですけどねまたクラウドファンディングの、ね、情報を 皆さんにシェアさせていただきました。はい。えー、こんな感じで、じいさんのチャンネルではね、えー、クラウドファンディングのね、えー、情報なんかも皆さんにね、お伝えして、えー、い言ってますのでね、えー、またちょっと興味ある方はね、じ、え、い、ー、さんのチャンネルに遊びに来てみてください。まだちょっといろんなね、他のカメラはね、物、えー、が届いてないんで、なかなかね、動画にできないで、ちょっとね、じいさんももやもやしてるところがあるんですけども、またちょっと商品が届きましたら皆さんに 紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。